このチャンネルは宅建ジョブエージェントの提供でお送りいたします。不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント、専任のキャリアアドバイザーが転職活動をサポート。なりたいあなたを見つけよう。田中女性出身の不動産大学、区域地域地区地区計画、違いが分かっていますか、へーん。ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マネージャー、私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、最近法令制限の都市計画のところがですね、用途地域のところを徐々にですね進めていこうと思っているんですけれども、その前にですね、まず皆さんにちょっとお話ししておきたいことがあります。というのもですね、この区域とか地域とか地区とか地区計画、丸暗記しようと思っていませんでしょうか。これ丸暗記してもいいんですけれども、丸暗記しているとですね、これどこのことを言ってるのかな、これなんとか地区とかなんとか地域とかなんとか区域とかいろいろ出てくるけども、もうごちゃごちゃになっちゃって覚えてはいるんだけど問題が解けないっていう状態になってる人いませんでしょうか。これですね、私がまさにそうなったことがあります。こんなコメントをいただいたんです。こちらです。広瀬さん、ありがとうございます。用途地域について覚えているんですが、用途地域の他にも地区や地区計画などいろんな分け方が出てきてごちゃごちゃになっています。どうイメージすればいいですか、とのことでございます。はい、まあこういう感じですね、こういう方多いと思います。これ都市計画区域とかですね、用途地域は暗記したけれどもごちゃごちゃになっているっていう人ですね、多いんじゃないでしょうか。そこでですね、今回の動画ではこのですね、ごちゃごちゃになってしまっているところを完全にですね、クリアにしていきたいというふうに思っております。法令上の制限という科目はですね、制限というふうに言ってるだけありまして、基本的にですね、どんな規制をかけているのか、ここをですね、学ぶ分野なんです。じゃあですね、都市計画を考えるときにですね、どうやって規制をかけるんでしょうか。これですね、ちょっと皆さんイメージしてみてください。これですね、住宅街もあれば商業エリアもある、それらがですね、混在している街にですね、どうやって規制をかけているのかと言いますとですね、まずはですね、これ大枠で規制をですね、広い範囲にかけておいてから、さらにですね、細かいエリアごとに細かい規制をかけていって、エリアごとのですね、特徴を出していくという感じになるんです。これ分かりやすく例えますとですね、規制というのはですね、ズバリフィルターなんでございます。このフィルターをですね、どんどん上からかぶせていく感じになります。イメージで言うとですね、こんな感じでございます。こんな感じでですね、規制というフィルターをどんどん上乗せしていくんです。法令制限というのはですね、規制規制規制のですね、このフィルターのですね、こう何枚重ね何重重ねになっていく、こういう感じのイメージをですね、まず頭の中で作ってください。このまずですね、一番下のフィルターですね、一番広い範囲に対してですね、一番最初にかぶせるやつ、これがですね、区域でございます。これ以前の動画でやったやつですね、都市計画区域とか市街化区域とか市街化調整区域、これがですね、一番下にある広いフィルターなんです。これはですね、非常に広範囲にわたってかける規制になります。そしてですね、その区域という規制をですね、かけたその上からですね、さらにですね、このエリアごとの役割分担をするために住み分けをしていくのがですね、皆さん一生懸命覚えていると思いますけども、13種類の用途地域でございます。これ2枚目のフィルターだと思ってください。用途地域というのは大きく分けると、住居向け、商業向け、工業向け、このですね、3つの種類があると思ってください。これらのですね、フィルターを住み分けしてですね、かけていくという感じになります。このフィルターがあることによってですね、家の隣にいきなりですね、化学薬品の工場が建つなんてことがないと、そういう風になっているんで、そういう規制がかかっております。そしてですね、この用途地域のさらに上からですね、またさらにもっとフィルターをかけます。このですね、3枚目のフィルターの規制がですね、地域地区でございます。地域地区っていうのはですね、用途地域よりもさらに細かな規制をかけることでですね、町ごとの特徴をさらに出していくという感じになります。例えばですね、以下のようなものがあります。こちらです。建物形態に関する規制を付加する高度地区、景観地区。これ例えばですね、浅草とかですね、鎌倉なんかですね、歴史的な景観を維持するためにですね、例えばそのエリアについてはですね、派手な建物を建てられないようにしようとかですね、そういうような規制をして町のですね、風情を守るといったようなことをですね、目的にしています。他にもですね、建物の防火性能に関する規制を付加する防火地域、あとですね、風景の維持に関する規制を付加する風致地区、土地の有効利用を効果的に進めるためのですね、高度利用地区とか特定街区とかですね、土地再生特別地区とかですね、こういうような特例制度なんかもあったりします。これ例えばですね、東京都内の重要事項説明なんかを作っているとですね、景観地区とかですね、あとは風致地区なんかはですね、よく出てきます。あとはですね、駐車場整備地区っていうのもよく出てきます。以前の動画でもすってありましたけども、例えばですね、池袋のサンシャインのあたりなんかはですね、駐車場整備地区なんかに該当しております。こういうですね、大きな建物でですね、商業施設を作ると、そこにみんな人来るわけじゃないですか。車も集まってきます。でも駐車場がないなんてことになったらですね、大パニックになります。みんな路上駐車し始めちゃいますよね。そういう風になっちゃったらまずいので、地域住民に迷惑かけますから、そんなことにならないように、そういう商業施設を作った場所に関してはですね、周りをですね、駐車場整備地区とかっていう風に指定をして、ちゃんと駐車場をですね、確保しましょうよみたいな感じのですね、規制をかけているという場合もあります。そしてですね、その上からさらにですね、最後に細かい規制をかけるのが地区計画でございます。これ地区計画っていうのはですね、それぞれの地区の特性に応じまして、良好な都市環境の形成を図るために必要な事項
を定める地区レベルのですね都市計画って、そんな感じのイメージをしてください。これ分かりやすく言うとですね、町内会レベルの規模の範囲でその住民の暮らしを良くするために作る計画と、そんな感じのイメージでいいと思います。まあ、一番上のフィルターですからですね、より細かい範囲にですね、いろんな計画を立てていくという感じになります。例えば具体的に言うとですね、生活道路とかですね、あとは小さな公園とか広場とかですね、あとは遊歩道の配置とかですね、あとは建物の建て方のルールとかですね、街並みのルールなんかもですね決められています。まあ、地区計画っていうのはですね、非常にですね狭いエリアに対してですねかける規制になりますので、これ策定主体っていうのはですね市町村になります。で、地区計画は大きく分けてですね2つの種類があります。こちらです。地区の目標将来像を示すですね地区計画の方針というものと、あと生活道路の配置とかですね建物の建て方のルールなんかを具体的に定める地区整備計画、この2つがですね大きく分けてあります。住民のですね意見なんかを反映して、街並みなどですねその地区独自のですね街づくりのルールを細かく決めて定めています。例えばですねこんなものがあります。大体こういう感じのイメージです。さあ、イメージできましたでしょうか。ですからですね、法令上の制限を勉強するときはですね、このですね4枚あるフィルターのうちですね、今何枚目のフィルターの規制の話をしているのか、これをですね意識して考えることがですねとっても大切です。私の動画をですね見るときもですね、この4枚のフィルターですね、どの話をこの動画では話しているのかっていうのをですね常に意識してですね頭の中でイメージしていただいた上で聞いていただけると、ごちゃごちゃになりません。整理できます。どのフィルターの話なのかっていうことが分かるようになればすごくですねイメージできますんで、ご安心ください。チャンネル登録お願いします。まだの人はお願いね。今回ですねこのイメージについて解説したのはですね、これ実務においてすごく重要だからなんです。特にですね売買の実務において重要事項説明書を作るときにはですね、都市計画とかですね用途地域はもちろんなんですけども、そのエリアのですね地域地区とかですね地区計画についても細かく調べる必要があるんです。結局ですねいくつものこれで規制のフィルターがかかっているわけですから、どれか1枚でも漏れるとですね間違った重説になっちゃうんです。やばいってことは分かりますよね。どんどん規制かけてますから、どれか1枚でもですね漏れていると間違ったことをお客さんに説明しちゃうってことになりますんで大トラブルになります。なので物件調査をする際にはですね、これら全てのフィルターについてですねちゃんと役所で確認をして、重要事項説明書に反映させるようにしましょう。このイメージがですね頭の中でできていないのに重要事項説明書を作ろうとするとですね、必ずですね漏れやミスが生じますので十分ご注意ください。ということで、また明日。夢に向かい必ずできる明日の世界。